と。このままやめないで頑張って続けます。突然終わったね、枠がね。枠取りね、 PS4 は割と簡単なんですよ。すぐボタン一つで設定は出てくるんで、パンパンとできるっちゃできる。バトルやるか。じゃあ仕事を辞めて配信に専念して。それはできない。仕事あってこその斎藤 V だからね。そうそう、シェアボタンを押して丸連打。立ち見って見えてた、どうなんでしたっけ。なんか見えないんでしたっけ。ここに皆さんにも見えてるこの右端のコメントしか見れてないんで、もしさっき立ち見が出てたんであれば、そこにコメントがなければ見えないかな。あ、コメビがないと見えないんだ。そうか。じゃあちょっと次からはパソコンを用意してるかな。ミクピョンとトネオさんも配信会に引き入れて、やりましょうみたいな話はしたんですけどね、あの後打ち上げで。なかなか女性だしね。こっちから来るか。やった、いいじゃない。これもう罠に引っかかんじゃない。おー、余裕。おお、勝手に倒れる。やばいやばい。やばいやばい。どうするんだ。ギャー。危ない危ない。おお、かわいそう。ググ。壊せない。そんな迎え撃たなくていいんじゃないの。ここに入れちゃえば、せっかく作ったんだからさ。やばい、こういう罠があるのか。自分の石を、罠を壊しちゃうっていう。あいつの間に、うわー、強いの来てた。よし、おお、やったー、イエイ。来たー、新しい旅の扉。じゃあ4方向からグランドクロス的な、うん、あ、これもしかしてさっき言ってたやつか。火事ショーター違った、違う人。出た、雪の。うん、服着てますよ、これ。革の鎧かな。
そうですね、こういうふうに行く先が増えていくっぽいです。章が変わるとまた新しい島、最初の拠点みたいな場所が変わるんだと思うんですけど、まだこれ第1章なんで。あ、アイテム失うんだ。なるほど、それは大変だね。どっか広い場所が欲しいな。やばい、夜だ。3万点超えた、すごいな。来た来た来たよ、ゴースト。お、彼は手伝ってくれるんだ。彼寝ないの？彼なんだっけ、ロッシーじゃない、ケッパー。あ、そうか、回転切り教えてくれた人か。兵士の卵っていう設定だっけ、全然覚えてない。あ、敵が来たから起きたの。これはすごい、君だけではそんなこと言ってくれるのは。あとはみんな寝てるからね。あ、でもなんか言ってたか、寝言か、寝言かな。あ、ここも部屋にするとポイント入るんだ。しようじゃ。扉が一個ある。あれ入らんじゃん、松明も置かなきゃいけないのか。おお、なるほど、ちょっといい雰囲気の感じになったな。これはすごい、また来た。こいついいやつだな。褒めてくれたとこなんですが、私もでも今腹減ってるだけだから寝る必要ないな。行くか、行ってみましょう。うわ、来た、ゴーレムさん、ゴーレムさんじゃない、ゴーストさん来た。おお、キャー、うわ、起きるんだ。ひー、強い。お、消えた。そうなんだよね、音楽がいいんだよね。結局何がいいって、おっさんホイホイなんだよ。これさっき使わなかったんだよな。導きの玉。これは何なんだ？ルーラストーン的なやつなんだっけ？ああ。コンパスに目印が出るのか。
おお。ちょっとかっこよく決めたいところで。おお、危ない。そう、ここ強ない敵。してまい。間合いが。ちょっと、間合いがむずい。うわぁ、強い。逃げろ。武器を変えよう。やばいやばい、帰ろう。いやー怖い怖い。さそり強いな。傷薬ありますよ。使えばよかったね。お、竜王を倒してくれた。伝説の勇者の子孫。伏せ字だ。ムービーはいいんじゃないかな。一応そうですよね。PS4 はカットされるのと、まあコモンズにも書いてなかったから大丈夫かと。あ、想像の塩、ありがとうございます。あの記憶か。別にドラクエだけじゃないんじゃないですか。PS4 の仕組みがそうなってるんじゃないかな。さっきのサソリはじゃあもう無視していくか。ワイプ実さ、PSO のデフォルトなんで、ね、これをもうちょっと近づけりゃいいのか。ちょっと僕は壁に寄っかかったから遠くなったかもしれない。サソリいなくなった。チャンスじゃない。家みたい。来たー。サソリ来たー。生行く。うさぎステーキ。届かなかった。ドラゴンまだですね。うん、確かにヒットアンダーウェイが大事って V ジャンの特集にも書いてあった。さすが V ジャンプだわ。あれの通りにやってればよかった。
ドロップなし。確かに。ドロップがないとね。今のバトルとはって感じ。タタタタタタタ。宣伝がないことへの違和感って。どんだけ宣伝してんだって話。宣伝しますよ。ちょっと2匹はきつい。2匹はきつい。いやー、敵多いよ。そうね、創造の書の便利さね。わい、やばいやばい、こんなに通行が。創造の書はでもまあ一番はやっぱり素材検索とかに使ってもらえるといいなっていうところですかね。やばい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 、手元に想像の書ありますけど、今カメラの高さ調整に使ってるから落ちちゃう。想像の書を引っ張り出すと痛い痛い痛い。ウサギ強い。あ、砂、これ砂だったのか。そうか、いや、この確かにね、使い方間違ってるよね。攻略本チームに怒られる。PS4 のカメラがさ、結構ほら、ベタ置きなんですよ。使ってる人わかるかもしれないけど、ね、なので、ちょっと今ね、この、ジャンプと、何かな。手帳かな、なんか4つぐらいのものの下に入っちゃってる。そうですそうです、サイコロみたいなやつ。 PS4 はきっとこのカメラしかダメなんですよね。なんか一回ウェブカメラ繋いだんですけど、反応しなかったんですよね。また出なかったな。出た？出てない。そうそう、多分純正でっていう風になってるのかな。それかまあちょっとカメラの相性が悪かったのかわかんないですね。スライムです。負けた、やばい。どうだ、目的見失ってますよ。全然出なくね、こいつ。なんか出すんじゃないの。一回帰ろう、仕方ない。気づけば夜だね。ウサギそのまま食えんの？ステーキじゃないのか。食えんじゃないか。いや、食うしかないのか。
これ石炭使うんだ。なるほど。さっきの石炭がいりますっていうコメントがわかるね。これじゃあもうこの青いやつだね。石炭マジ大事。そうだよね。きっと一回一回この自分で料理するときは使うってことだね。ウサギさん、しょうがない。ウサギさんには犠牲になってもらわないと。じゃあとりあえずサソリは諦めて家事を探しに行くか。わらわらいるな。うわーこつー。面白いですよフィルターズ。こっちだこっち。おお、ドムドーラなんだ。別に道案内してくんなかった。あ、井戸か。そうそう、僕もセンス、ものづくり系超苦手ですけどね。割とこう、ストーリー進めていくと、ドラクエっぽいの、復興していくのがね、楽しいですよ。お、この放送を見て買った。いいね。それをどんどん拡散して、あ、誰だ？あ、幽霊。おお、これはこれ、うわ強いぞ。うわー、一角を下げました。お、でもいけそう。やった、なんか落とした。傷薬か。今回の V ダッシュは正しいよ。確かにね、ちゃんと戦えば楽勝だね。アレフガルドの料理を復活せよ。はあはあはあ。お、ひらめいた。なんか NPC が全体的に逆上なんですよね、ビルダーズ。ああそっか、昔のオマージュ的でギャグ多めなのかな。それにしても多い感じがするな。シリアスめなストーリーじゃない分も。
今日も自宅ですよ。 PS4 は別の部屋にあるんで、すごい寄っかかってるから遠いの。メタルギアとか今で言うとビルダーズやるときはこの背景になります。10やるときは別の部屋でやってることが多いので、背景はあの賑やかな本棚なんですけど、ああそういうことか、天がシリアスだからね、ギャップで感じるのかもしれない。ゲーム部屋といえばゲーム部屋かな。今あんまりゲーム以外使ってはいないですね。あれ、ピリンちゃん？いた。やっぱちょっとギャグっていうか口調が口語的だよね。もしかして、出たー、おお、赤の騎士。ちょっと、おお、やばい、さすがさすがそうね、めっちゃドラクエっぽいね。邪魔だね。いやもうこれ捨て身だ。よーし、己人間め。いたたたた。あれ、こいつ全然落とさなくない？1回でも落としたかな。いや結構ね、バトルするゲームでしたっけって、意外とねバトルが楽しいんだよね。意外とって言っちゃ申し訳ない、失礼すぎるけど、ね、バトルはバトルで楽しいんだよね。めっちゃ食っちゃってる。あ、出た出た。あ、薬草。そうですね。あとちゃんと街がどんどん。